それでは打撃試合始めます。まず本日の内閣不信任案決議案について、賛否を皆さん方に、お聞きをしたいと思います。ちなみに参議院側では、問責決議でありますが、反対ということになっておりますが、衆議院側でも、反対をさせていただきたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。よろしいですか。じゃあそのように、させていただいて、反対討論ということで、最後の兵器であります足立康史代議士に反対討論を お願いしたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。参議院側は、討論をいたしておりませんが、我が党としてはその反対の理由、またやっぱり与党に対しても、きちっと襟を正していただくという意味でも反対討論を足立議員にきちっとしていただくということになっておりますので、是正、の立場を最終最後まで、我々は貫き通すということで、串田先生 の討論も本当に良かったと思いますので、ぜひそういう形を、なかなか国民にもマスコミの皆さん方にもまだまだ反対か賛成かというだけの今までの国会の悪しき慣習に流されておりますけれども、徹底して一貫してですね、我々は是々非々の対応というのを国民の皆さん方にもマスコミの皆さん方にも分かっていただけるまで戦い続けたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。それでは馬場幹事長お願いいたします。はい、皆さんお疲れ様です。ただいま内閣不信任決議案に対しては我が党としては反対ということで、ご決定いただきましてありがとうございます。今国会振り返ってみますと、日曜討論でも申し上げましたが、やはり肝心要のことですね、社会保障の抜本的な改革、また憲法改正に向けた議論、そういった本来国会に求められていることが全くなされないまま、終わろうとしております。その辺は後ほど最終最強の兵器、最終最後じゃなしにイージス・アショアだと思いますが、迎撃をしていただくために足立代議士に討論していただきますが、今政界を眺めてみてもですね、一時、流行のようになりましたこの第三極というグループがですね、全く壊滅をしてしまいました。唯一今の政治の世界で第三極と言えるのは我々日本維新の会だけでありますので、この内閣不信任案に対して反対をするということについては、永田町やメディアの今までの前例慣例常識においてはおかしいということを、おっしゃる方もいらっしゃいますけれども、ここがやはり是々非々を貫き通す、そこには苦労もあるわけでありますので、ぜひご理解をいただいて、最後まで一致結束して、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また今日本会議終わりましたら夕方から、しかるべき場所で両院議員懇談会も開かれますので、お忘れのないようにご参集いただきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。今日は出締めは お配りはしてないんですけれども、すべての政党会派が討論されます。ですので、1時間50分プラス枝野代表の趣旨弁明ということになりますから、これプラス1時間半と思っていただいたらその時間かなと、どれぐらいなのかな、3時間半ですね、3時間半今日ぐらいの感じだと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。明日は予定通り閉中審査ございますので、1時から本会議がございますので、よろしくお願いをしたいと思います。以上でございます。何かございませんか。マスコミの皆さん何かございませんか。ないですか。文句ありますか。ないですか。はい、終わります。
参ります。